続いて私がお伝えしますのコーナーです今日は宮崎がお伝えします今日のテーマはこちらですハニワについてなんですが県内ではいろんなところでハニワのレプリカを目にしますただ今県庁にあるレプリカの数が少しずつ増えてきているんですなぜ県庁にあるレプリカの数が増えてきているのでしょうか取材をしてみると私たちが目にするハニワには 県外と県内二つのルーツがあることが分かってきました宮崎空港の近くの埴輪にはようこそ宮崎への文字西都市では東九州自動車道の近くに多くの車が行き交う場所で埴輪が存在感を発揮していますいずれも 群馬県で出土した武人ハニワがモチーフとなっているものとみられます県民おなじみのこの人気のキャラクターも県内で出土したものではではないですねまだこういう格好のしているハニワまだ出てないんですね関東で出土したハニワが県内で浸透した理由は昭和の新婚旅行ブームに遡ります 土産物として埴輪がたくささん作らられてから皆さんお買い求めいただいたんですけれども、まあ、それが有名どころの埴輪だったので、宮崎のものではなかったと、そのまま有名な埴輪が宮崎の埴輪というイメージにつながっていったんだと思います無人や馬形をモチーフにした埴輪は、平和大公園にも展示され、今も県民に親しまれています。その後平成に入って 宮崎の考古学の世界である発見がありました新富町にあるムカデ塚古墳です。6世紀中頃のものと見られるこの古墳1998年度の発掘調査で数多くの継承埴輪が出土しました県内で人や動物の埴輪が復元できたのはこのムカデ塚古墳だけです 専門家はこう考えています。宮崎の埴輪を知ってもらいたいなあっていうのがありました。そこで今一つ、また一つと県内で出土した埴輪が増えている場所があるんです。それが県庁です。鶏の形をした埴輪。ね、<laughs> あ、昔から鶏はいたんだなというふうに何か思わされますね。 盾を持つ人。笑顔ですよ。見慣れないですね。初めて見ましたこの形。県庁には斉藤原古墳群やムカデ塚古墳など県内の古墳で発掘された埴輪が展示されています。以前は県庁にも関東がルーツの馬型や武人の埴輪が置かれていましたが、2021年 全国の参加者を迎える国分祭・芸分祭を機に、県内で出土した埴輪を置こうということになりました宮崎の県民の皆様の埴輪のイメージが、やはり他県で出土したものばかりだったので、まあ、県内ではこういう埴輪が出てるんですよっていうのをも皆さんにお伝えしたくてですね、ぜひ今回、この機にしていただこうと思って、県内の埴輪を。 作ってからまあ並べたということでございます。4月には新たに4点が加わり、今10点のレプリカが展示されています。埴輪の魅力ですか。その当時の最先端の文化をこう形で表しているんですけど、当時やっぱり文字とかそういうものが残っていないので、当時の文化が伝えるもう情報源としてはもうとても。 重要なものだなと思っていますから宮崎の埴輪のイメージは観光振興を願う人々とともに長い時間をかけて定着してきました時代が移り研究が進む中で県内で出土した埴輪の展示を増やしていく取り組みが地道に行われています 今回の取材で本当に県内いろんなところにいろんな埴輪があるんだなと感じたんですけど服部さんはその昔からやっぱりなじみありますか そうですね私、池内なので平和大公園の埴輪なんて遠足でよく見てた埴輪だったんで完全にあのイメージしてるあの無人のイメージが、ね、ありますよね、まあ、確かにこれまでこう築き上げられた埴輪のイメージというもの、浸透度はあるので、これを土台にですねまた新たにこの県内で出土した埴輪というのがどん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 増えていくといいなと改めて感じままましした、ねうんうん、ここまで8月28日日埴輪の日生まれの生れ宮崎がお伝えしました。<laughs>